はい、おはようございます。サチくんです。よろしくお願いします。ではポケモン一匹縛りプレイヨルトのバージョン最終回ね、やっていきましょう。まあ、どうですかね、四天王、なんか何も考えてないです、正直。まあ、波乗りでゴリ押せるもんね、多分。で、渡る冷凍パンチね。それでいけるなーって思ってるけど、どうなんだろう。まあ、あと、最終奥義続きもあるんでね、俺には。いけるんじゃないかなーって思ってますけど。まあ、冷凍パンチね。うん。まあ、レベルも、58か。レベル上がりやす。あ、違う。多めにもらってんのか。あ、一撃。ははは。これ今回さ、ダベリ会だな、多分。レッド、レッド以外に苦戦する未来あんま見えないんだけど。いや、わかんないけどね。何にも考えてはないんで。まあ、持ち物もね、お守り小判だしね、今。59レベル、レベルも上がっちゃうからな。ヤドキングの時もそうだったんだけど、強いポケモンの上にさ、経験値多めにもらえてしまうから、ね。無双できちゃうよ、ね。最近無双するポケモンが多くてね、すいませんね。まあ、ニドキングの時ちょっとあれだったけど、最後。倒せねえんかい。叩かれた。ビンタって痛いよな。あれか、昔行ったことあるけど、人生でね、2回だけビンタされたことあります。めっちゃ痛かったです。理由はちょっとわかんなかったな。わかんないのも理由なんだろうな、もはや。ハンマー与えて、あ、微妙だな。ヤドなんか。うわ、強い、さすが。やっぱヤドキングよりヤドランの方が強かった、強かったっぽいね。あ、あとさ、あれ。あ、ヒルだ、ほら来たー、ヒルミ。いや、でも、あれ30パーか。もう4パーツ目ぐらいだ。喜ぶほどの頻度ではなかったね。あれだよ、あれ。あ、そう、二毒院の時ね、なんか訪れあったみたいで申し訳ない。全然気づかなかった。ちょっと動画丸々一本ね、で、チェックはね、ほんと知ってないので、マジで申し訳ないんですけど、なんかね、アップロードするときにね、パソコンが重たいとなってるっぽいんだけどね。もうパソコンもね、もう古いんだよな。古いせいかな。コア、今さ、どうなんだろう。Core i7 って書いてあるんだけど、今ってさ、もっと性能いいの。でも10年前ぐらいに買ったんだよね、このパソコン。まあ、しかも俺ノートパソコンなんですよね。ノートパソコンに、普通違うよね、多分。もうちょっと。ゲーム実況って多分、ちゃんとしたパソコン使ってるよ。さすがに買おっかな。風速ばっか言ってる場合じゃないよな。買った方がいいよね。冷凍パンチしちゃった、また。この虫にね、氷が抜群だと思ってしまうこの現象を、早く直したいよな。いや、分かってるんですよ。抜群じゃないって。いや、でも絶対抜群なんだよな、虫に氷って。だって虫って冬いないもん。この勘違いはちょっと現実世界とポケモンの世界が乖離しすぎているな。このせい。はい。あ、なんだっけ、あ、そう、パソコンね。いや、でも20万ぐらいしたんですよ、このノートパソコン。まあ、当時だけど。当時ね、パソコンで副業しよっかなって思って買ったんですけど、いいやつ買っとこうって思って。でね、まあ、結局、当時だからなんだろう、あれか。なんかブログかなんかやろうとしてたんですけど、結局ね、すぐ3日ぐらいで諦めて、このパソコンはね、まあ、エッチな動画を見るためだけに、外れた。すぐ外れんだから。そう、もう5、6年かな。5、6年は、
エッチな動画を見るためだけに使ってましたね。まあ、だから、そんな、正直そんなに使用してないからね。あんまり寿命、何にもしなきゃ寿命減らないよ。寿命減ってないと思うんですけど、あ、クロバットより早いんだもん。まあ、60レベルか。うん。けど、もうさすがに寿命が近いか。でも、新しいパソコンを買った場合、俺、また、この、あれだな。ゲーム画面をさ、録画する、なんだ、なんていうのこれ。アプリ。アプリではないか。まあ、やつとかさ。うん、この設定するだけで俺よくわかんなくてね、2、3日かかったからな。すごい嫌だな。出るかな。ゲーム実況ができる状態になってるやつ買えばいいのか。タポエラね。あ、他波乗りだけで勝てるでしょう。催眠術なんかいらんか。ただ今日が空気すぎたな。今日について全然触れなかったよね。触れたか。虫があれって。まあそんな感じのパソコンでやってるんで、訪れね、すいませんでした。まあ一応ね、なんないように気をつけているつもりではいるんですけど、なっちゃったか。って言ってるこの動画も訪れてたらどうしよう。まあちょっと、いや、倒せないかい。気になるダメージ。ああ、思ったより受けると思ったら急所でした。ってことは15ダメージか。雷パンチで15ね。思ったより受けるな。これ丹波でも同じぐらい受けなかった。そんな気がすんだけど。あ、そういえば、あれ。昨日ね、風俗行ってきました。うん。あ、俺なんかでもこの間、誰の時だっけ、ニョルトの時か、行ったか。ちょうど2日ぐらい空いたから行ってると思うが。なんなら前回行ってるか。まあ、すごいね。日記で調べに調べて行ったんですけど、まあ、全然違う子が出てきたな。顔、まあでも顔は一緒だったな。あとお体型がね、お体型がな、ニョルトのよりふくよかだったかな。ね。まあ、ギリぽっちゃりぐらいでしたね。いや、どうだろうな。超えてたかもな。久しぶりだな、あんぐらいの体型の人は。いや、俺最近やっぱ気づいたな。いや、もう、でも今回ですごい気づいたな。いや、俺ちょっとね、ちょっと、V ポチャ好きだと思ってたけど、もしかしたら違うかもな。なんか違ったかも。はい。どんどん自分の本質に気づいていけている。はい、じゃあカリンね。うん。そうなんだよなー。違ったなー。いや、あとさ、いや、ま、結構ね、お話はすごいいい感じで。よかったんだけど、ちょっとあれあったな。仕事熱心すぎたな。うん。いや、いいんだけどね。仕込みのお願いされたりね。あと、姫、なんだっけ、姫チャンネルみたいな、なんかサイトが最近できたらしいんですけど。なんかあれ。DM できるみたいな感じのやつ。催眠術やればよかった。砂かけが来たら嫌だね。うん、もうなんか交換させられたりね。まあ、させられたりって言い方もあれですけど。まあ、だからしないとね。まあ、しなきゃダメだよ。実際は。1回目でね。まあでも俺的にはね、それ自然にやるから、ほっとしておいてほしい派なんですよね。めんどくせえかな。良ければするしね。まあ口コミしたことないけど。
あれ口コミってそんなに重要なのかな。まあ確かに多い人見るとさあいいのかなとか思うけどね、近畿的には。なんかでもいい子はなんか特に何もね、どうなんだろう、どうなんだろうね、多くなくてもいい子いるしな、難しいとこですよ。たまに口コミが異常に多い人とかいるけど、それはまあ年数もあると思うけどさ、どういう状態なんだろう。あれ自ら進んでやることないよね、ほぼ。すごい通っている人とか以外は、多い人はお願いされてんのかな。やっぱり口コミが多ければ多いほど新規が来やすいんですかね。まあでもそれはそうか、飲食店もしたもん。まあ飲食店とかまあ大体そうよ、特に最近はそうだよ。まあ Google のやつとかね、一昔前は食べログとかでしたけど、食べログまあどうだろうな。まあ今はインスタとかもあるか。まあ Google、 あーすごい裏話しちゃおっかな、別に関係ねえし。うん、Google とかはね、余裕で桜、まあ桜っていうか従業員に5をつけさせまくりますよ。はい。うん。こんなもん。まあ大体やってると思うけどね。うん。まあどうだろう。超大手さんとかやってないと思うけど、中堅層ぐらい。うん。まあやってると思いますね。コメントなし星5がやたら多い店は桜だと思いますよ。ああ、ギャラの対策なんもねえや。毎回忘れちゃうわ。むしろ雨乞い、まあされても関係ねえか。別にこっちも水技使わないしね。あ、まあ使うけど。やっぱ催眠術一回外すとな、じゃあ続き最初からしてた方が何にもされねえ確率あるやんってなっちゃうんだよな。うん、やっぱ催眠術いらねえかな。レッド戦でわかんないけど。まあそうね。まあ食べログとかは難しいけどね。あれ会員登録しないと多分できないのかな、口コミ。わかんないけど。まあなんで、ウーバーイーツとかね、出前館とかね、こういうのは注文しないと評価できないんでね、あっちの方が信憑性高いと思います。両方やってる店だったら両方高ければいい店なんじゃないですかね。評価数もそこそこあってね、うん、50以上あればそこそこなんじゃないですか。うん、わからんけど。あと、あれね、オープンしてから、日数経ってないのに、異常に評価ある店とかね。まあ、すごい人気とかね、評価してくれる属性が多い地域だったら、まあ、なくはないけど。半年前ぐらいにね、店の正面に飲食店できたんですけど、まあ、1週間ぐらいでね、なんかすげえ、Google の評価ついてて、わあなんだこれって思ったら、もうほぼ桜だったなら多分。うん、この会社の系列店しか評価してない人がねいっぱいいたんでね。その人がさ口コミしてるのは見れるから、どこの店口コミしてるかって。うん、まあ俺ネットストーカーの才能を持ち合わせているのでね。そこまで見ちゃうけど、まあでもやっぱさ、普通に行こうって思ったら、あれだもんな。パッと、自分の今いる場所と、まあ飲食店みたいに調べて、評価多いとこ気になるもんね、パッと見。評価多くて、評価高いところ。まあ100、まあ200、2、300あって、4.2 とか超えてたらだいぶいい店だと思うけどな。あ、Google の方ね。はい。そして、こんな
飲食店評価ダメリをしてたら終わりましたね。これさ、やばいなこれ。15分ぐらいよ多分今。まあダメリ、うん、頑張ってダメろう今日は。話すことでも昨日お風呂屋さんに行ったのと、その後スロットで6万円ぐらい負けた話しかないけど。なんかやっちゃったんだよな昨日、うん、よくないよね。はい、普通にその金でパソコン買う金になるやんってなるよな。子連れしなくできるやんって。はい、4時間10分じゃあエンディングは飛ばしてカントいきます。はいはい、そしたらね関東行きましょうか。まあ最近飛ばしがちなね、たけしちゃんっていうかグリーン街最近飛ばしがちだったんでね。まあ今回はダベリ街ということでよろしくお願いします。おそらくみんな一撃です。もう一撃だよな。四天王もほぼそうだったしな。あ、で頭突きね。まあ頭突きチートすぎるんでね、最近に変えました。はい。これが頭突き使っちゃうと強すぎるんで。てかさらっとさっき言ったような気するけど、4時間10分ってめっちゃ早かったんじゃない。あ、めっちゃでもないけど、なんだったら今までで、まあ、電気玉ピカチュウの時浮かせば一番早かったかもしんない気がするんだけど、どうだろう。まあ、やっぱ丹波から行った方が早いからな結局。まあ、あとポケモンによってはなんか寄る場所変わったりね。今回不思議な飴も集めてないんで、時間ちょっと変わるけど、まあ、早かったね。で、あとね、そう、6万円も負けちゃったんだよね。もう今月遊べないや。風俗で、5万、ん?いくらだっけ ?4 万ちょいか。10万円もなくなっちゃったお金。よくないね。うん。月々に遊ぼうと思っているお金の額を超えてしまったよ。あんまりお金使ってもね。よくないよね。まあ、よくないこともないか。いや、むしろ使った方がいいよね。まあ、使い方に問題あるけどな、俺の場合は。人生の役に何も立たないからな、正直。あー、で、レイパンもいらないでね、自信と変えました、結局。うん。倒せねんかい。やっぱ頭突きの方が、うわ、得も下がった。まあ、霞だけちょっとね、やるはずなくて困りそうですよね。まあ、てか、ゴルダック、あれか。待機寝でいいのか。スターミーのためだけに自信ね。超えさせたようなもん。まあでも金はさ、使えば使うほどね、本来いいよね。まあまたは投資かな。まあ自己投資か、普通に投資だよね。もう俺、年も年だしね。うん。寒いかねんかい。吹雪来るなよ。あ、びっくりしたー。異常な氷率を誇ってきたから、今後一回も凍んなくてもいいぐらい凍ってきている自負がある。あ、よかった。すごいフラグ回収になるかと思った。皆さんは貯蓄してますか?あ、まあ、貯蓄はさすがにしてるけど、投資とかね。まあ、どうだろうねー。金ねー。貯金してても税金ばっか上がってな。うん。お金減ってるようなもんだしね。消費税上がったりしたらね。投資した方がいいよね、きっと。リスクはあるけど。まあでもリスクは貯金もリスクあるしな。正直ね。だったら今あるお金を全部使った方が実は一番安いんじゃない?将来それで自分の役に立てばだけどね。ああ、どうなんでしょうかね。まあでもマジで風俗とスロットは何の役にも立たねえよな。両方一瞬の快楽だけだからな。
意志弱い人間だよな我ながら。うん、いやーでもねー楽だもんな、そういう人生の方が。でも将来辛くなるのかなねえ、どうなんだろうね。もう人生も半分ぐらい終わったしな。人生について考えたくないよね、あんまり。でもなんかこのさ、やっぱ思考が全然高校生ぐらいから変わってないから、のほほんと生き続けるんだろうな。まあでも節制すればな、別に。まあ将来わかんないけど、今の価値でどんぐらいだ、10万あれば生きていけるかな。うん、10万だったら100時間ぐらい働けばいいんでしょ、バイトでも。なんとかなんじゃないかな。まず、師匠さ、ごめん、変な話してて。はい、あんずちゃんね。まあ、よく言うよね。時間、はあ、まあ時間、うん。急に人生についてすごい考えちゃった。まあ、こんなのいいから、ゲーム楽しもうかな。将来は、あれだよね。うん、SAO の世界みたいにさ、MMORPG みたいなの、なんか、うん。ずっと点滴打ちながら、ゲームの世界で生きていきたいかな。うん。てか、もうすでにありますよね、余裕で。ゲームの世界のね、お金だけで生きるみたいな。なんかもう土地とか買われてるらしいし。細々とならそれでも生きていけるんじゃないかな。もう10年後ぐらいには結構ありそうだけど。怪人ばっかりになっちゃうんじゃない？ゲームの世界の中で、あ、でも生産性度もあんないか。リアルで生きてる人間の健康が阻害されたらもういなくなっちゃう。MMORPG とかをずっと家の中でやってるだけの生活したいんだよな。正直、あ、急所に当たったね。いや、急所全然出ねえな。あ、そういえば急所 6% らしいですね。俺ずっと 17% って言ってたけど。256分の17の17を勘違いしてたわ、ずっと。はい。愛してる。かわいい。いやー、夏目、昨日夏目出てきてくれればなー。あ、やべ。昨日、そういえば話もなるけど、昨日の子、ウエスト57って書いてあったけど、これ、俺より明らかに太かったからな。67の間違いだろうって思ったけど。いや、だいたいさ、これまあ、ちょっと、あ、すごいごめんね、急に。風俗の話に戻って。夏目見たら、なんかね、ムラムラしちゃって。いや、なんか俺、59って書いてある子は、あ、ギリ、ちょいポチャなのかな、とか思ってるんですよ。まあ、絶対本当の書いてないんで。まあ、60超えてたら、もうお察しだな、って思ってたんですけど、57って書いて、あれはちょっと、多かったな。うん、で、その子さ、まあ、なんか入って4日目だったらしいんだけど、なんかパネルマジックの話をしててさ、こういう子いっぱいいるんでしょみたいな。まあ、確かに、うん、まあ、顔は確かにね、まあ可愛らしかったですよ。顎の肉以外。でもお前、プロフィール詐欺やんとは思ったけどな。うん。うん、ごめんなさい、なんか。いやでもまあわかる。それは。うん。わかるよ。だって新規入んないもん。
それ通り書いちゃったら、書いた結果いい子だったらね、体型ぐらい違ってもまあリピーター帰ってくるから。うん、いやでもね、やっぱね、そこにその最初に入ってくる情報とのね入りがあればあるほどちょっと不満にね思ってしまう場合があるから、せめて59って書いていこう。 W59 って、うん、ここは鬱をつく必要ないよ教えとけばよかったかな。でも言いづらいよ、言いづらいし、なんだこいつって思われる。うん、あ、59だったら、あーそっか、この店は59って書いてあるとそうなんだなって思えるから、こっちは。まあまあまあ、許容範囲許容範囲って思えるからそう、あのピジョットのポコってなってるぐらいはあったからな。57って書いてあったら痩せ型なんだろうなってこっちはね相当しちゃうよな。え、57って痩せてるよね、だいぶ。え、俺が知識ないだけ。いや、そんなわけないな。うん、そんなわけない。あ、とかやる技ない。あ、やる技ないなしにやる技ない。そっか、冷凍パンチあってよかったのか。なんてリッチなやつなんでしょう眠り直すためだけに回復の薬ね。57、え、だって俺の一番お腹出てる時、まあこれもうメタボですねって言われたんですけど、83だっけな、83かなんかあって、うん、一番痩せてる時で、ああ全然考えてなかった今。わいえーおい、よくない、やるしか、え、はい、は負けたー、勇者当たったー、10万ぐらい持ってる。昨日と、昨日スロットで負けたと同じぐらいの額取られた。はい。あと、エリカと戦うの忘れてた。前もあったな。飛ばそう。どうしようかな。日本バレ使われるパターンあんまなかったから忘れてたな。あと、今ウエスト測ったら全然78センチぐらいで、あんまり思ってた以上に腹出てたな。もっとあの時より10キロ、え ?10 キロ以上痩せてんのにウエストってそんな減らないもん。まあでも体重痩せたぐらいじゃ下っ腹は出たままか。まあ普通になんか腹だけ出るしな。今は当たるんかい。うんね、なんか、あれだな。お腹は出てるからな。年ですね。これから5、6万取ったからって回復の釣り使いまくりやがって。だここで、催眠術なんか選ぶから良くない。波乗り、ゴリ押し。倒せるんだから。で、日本バレしてくるだけでしょ。どうせそう。急所じゃない。ああ、もう、ワンパターン、ワンパターン。こんなことでは俺のことは倒せないよ。はあ？うわー、よくないなー。2連続で催眠術外したら負けだね。何回ナッシーのこと溺愛しすぎだろ。はい！おーい！うわ、舐めてやがる、これは。ムカつくわー。ムカつく。むさぼり取られる。いやいや、回復してもいいけど。はい！いやー、まあさすがにね、そりゃそうだよ。当たり前じゃん。外したらやばかったよ、今のは。よくないな。目覚めが早い！なんでだよ。いや、待って、日差し弱まれ、もう。弱まるよね。よし、OK。いいえ、もう俺を倒す手段はあいつにはない、多分。
日本バレーでもいいし、あ、待って、微妙だな。サイキネでのダメージが微妙、微妙。あ、オッケーオッケー、アホ、バカめ、こんな貯めてる暇ないでしょ。よかった。ね、やっぱ催眠術いらんな。普通にシンプルいらんわ。本当に良くないわ。まあ、強いて言えばカメックスか、カメックスにやる技がちょっとないですね。フーディン耐えるのかこれ、大丈夫。はい、そうだな、なんかあれだね。まあ、プロフィールの話、でも待って、そうしたら50、いや、でも俺より明らかに太かったからな。うん。ってことは90? 90くらいあったっちゃう。うん。ウエスト50なんてやっぱめちゃくちゃ細いよな。いやいや、まあ男子ってさ、女子の体型の妄想すごいからさ、かわいそうよね。体重なんか普通に60キロ台なんかザラだもんね。50キロもないと思ってる人多くないですか？え、気のせい？ね、54、5ぐらいでしょう。まあ身長によるけど全然。あー、あれね、あれスペね、スペ、俗に言う身長引く100、身長引く体重がみたいなやつね。身長引く体重どんぐらいなんだろう、100ぐらい風が、わかんないけど、やばい、これハードル高い。100って160センチの子が60キロ、あー、もうちょっと細くてもいいかな、俺は。好みは身長を引く100、105ぐらいか。105はちょっと厳しい。身長を引く102ぐらいかな。うん。ぐらいが嬉しいかな、俺は。150センチの子が48キロ。うん、まあまあ。まあでも、あれか。でもあれさ、俺、女の人の体重ってすげえよく思うんだけど、胸のサイズで変わんない？だいぶ。それも差し引くのかな。胸大きくて体重に悩んでる人とか謎だよね。そりゃ増えるよなと思うけど、これは無粋な話でしょうか。うん、まあ今回も霜でもないか今回は。うん、じゃあレッド戦行こうかな。エリカは飛ばします。はいはい、ということでレッド戦行きましょうか。まあ一発でしょうね。素早さだけね、149なので、エフィには先制取れないのかな。ピカチュウには取れると思うけど。まあなんで、まあでもエフィの最近ねが怖くないよね。多分特防見てないけど。リーダー目2個使って75レベルかな。はい。あ、で、雨乞いにしました。これどうだろうな、甘える、あ、でも違うわ、倒さなきゃダメだわ。うわー、先生取れない、危ない。取れるのかなーとか調子乗ってたら全然取れなかった。課長149で無理なんだ。150以上なきゃ無理か。じゃあ自信あってよかったね。 OK。 この後は、あ、でも不思議バナー来る、もしや。あー、マジか。そっかー、でも先生は取れるよね。よし、先制取れんなら関係ないわ。日本バレ来たら雨乞い、ソーラービーム来たらサイキネで2発で落ちるなら大丈夫なんだけど、どうですか？大丈夫です。勝ちましたね、もうほぼ。日本バレね、バカなやつだよ。では、あ、そう、雨乞いにしました。そう。むしろこのタイミングで雨乞い使わせてくれてありがとうって感じだわ。で、次多分エフィーだもんね。はい、完璧な流れだ。めちゃくちゃ簡単だな、なんか。ニョロト強いですね。かわいいし。やっぱさ、ストーリー、ごめんの経験値すご。あ、だよね。うん、
やっぱね、平均的な能力、かつ、まあ、何かしら1個がね、突出してるポケモンはね、だいぶ使いやすいよね。まあ、初代でいう、カモネギがね、意外と、やれたっていうのがあったんだけど、うん。まあ、その時よりだいぶ強いからな。まあ、結局、ね、500あればね、種族値ね。まあ、どんなに偏ってても、まあ、強いよね。まあ、偏ることねえか、500だったら。オッケー、特防も下がらないと。まあ、カビゴンののしかかりどうですかね。99は受けるか、さすがに。食べ残しで回復してもね。いや、でも初手でさ、初手でド忘れくるのであれば、いや、耐えるかな。無事いな、これ。いや、一回、うん。回復するか。え、あー、ド忘れか。いや、ド忘れされるくらいだったら先に攻撃したかった。ミスったな。のしかかり100受けねえんだ。うわーこれはクソ泥試合始まる。やべえな。急所当ててくれるしかないよ。いやー、どんぐらいなんだろう。4段階はやべえだろ、さすがに。うわ、やばすぎ。うわー、最悪だ。これはミス。だいぶミスだね。でも90受けるんかい。いや、自信。いや、とはいえ、攻撃力も別に低いわけではない。どんぐらいですか？あ、まあ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 、お、まあ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 。あ、急所じゃないんだ、あれ。でも眠るあるよ、相手。どうしようかね。しかも、今、雨乞いの波乗りであれしか与えなかったのか。眠るされないの祈る以外やれることないんだけど。うん。え、待って、次倒すか微妙なダメージだったけど、いや、もうやるしかねえよな。麻痺以外。やるしかない。はい。お願いします。微妙だよね。ワンチャン倒すよね、あれ。やれよ。お願い。本当に。やれ！オッケー、危ねえ。危なかったー。眠るやられてクソ泥試合始まるとこだったー。あー、カメックスね。やる技ないんよ。70受けんのかな？回復するか。はい。波乗りね。吹雪。いや、まあ、どうだろうな。雨乞いしてもいいけど。うわー、勝ってるわ。これは。あ、でも、最強でいいのか。はい。特防下がったらラッキーだしね。これも勝ちじゃん。あと、リザードだけでしょ。波乗りのアニメーションが長くてだるいぐらい。まあ、亀バーサスカエルね。まあ、どうなんだろう。え、ちっちゃい緑亀とかってカエル捕食すんのかな？溶かせんのかな？丸飲みして。波乗り。うん。多分亀肉食だからカエル食うよ。雑食か。大きさによってはさ、カエルも食うのかな？カエルってでも、どうなの？か、亀ってさ、何に捕食されるの？腹割られて中身だけ食われるの？カエルとかヘビってでも消化できんの？え、なんかすごい気になっちゃう、そういうの。はい、最近でね。まあ、リザードンは別に雨乞いもいらないでしょう。まあ、やっぱな、雨乞いね。やっぱ雨乞いとかそういう技ね、使わないと。あ、最後能力見れてよかった。こんな感じ。うわ、強いね。特攻190万だ。特攻と攻撃の差がほんとないな。やっぱこの普通にさ、進めていって、努力値の分配気になるな。今度調べる？めんどくさいな、さすがにでも。野生は戦ってないので、まあ、戦うトレーナー大体一緒だから、まあ、出せるっちゃ出せるよ。でもちょっとめんどくさいなー。パッと考え、いや、どうなんだろうな。今度計算してみよう。気が向いたら。いや、嘘かも。うん。そういうこと言ってると、ね。計算したかどうか聞かれちゃうんで。はい。まあ、一発でしたね。ニョルトの。強かったです。
最終話一番見応えねえな多分。はい、まあそんな感じで、ポケモン一匹縛りプレイニョロトのバージョンね、無事終わりました。まあニョロトのヤドキングよりなんか早かったな。まあやっぱあれですね、素早さか、素早さがだいぶ重要になってくるような。うん、まあストーリー上ね、まあストーリーですら先制取れなかったヤドキングはちょっと間延びしたよな。まあやられたか覚えてないけど、煙幕とかね、状態上技とかやられるとその分時間かかっちゃうんでね。まあやっぱ平均的に強くて、まあかつ特防が高いのはね、やりやすいよね。エーフィー、でもあの特防でさ、エーフィーの最近で2発ギリ耐える、耐えないって結構やばいよな。あのエーフィー極悪だよな、普通に。まあ大体エーフィーかカビゴンがきついからな、リザートン。あ、まあどれでもきついか。敵バナがきついパターンあんまないけど。むしろ救済措置みたいなイメージだけど、俺的には。まあ、でもまあニョトンね、まあ見た目も好きだし、まあ昔ね、まあバグってエアロブラスト覚えたニョロトの思い出せて楽しかったです。まあ次回は、まあ次回ね、まあこの流れでまあちょっとね、もう一人のキングやろうかなって思ってるんですが、まあ未定ですね。わかんないですけど、まあ金銀もね、やろうと思っているので、よろしくお願いします。まあ、あとこれの次かわかんないけど、次の次かもしんないけど、初代でね、ちょっともう一個新しいシリーズ始めるので、よかったらそっちもよろしくお願いします。はい、まあそんな感じで、今回もね、ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価も本当にいつもありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。じゃ、バイバーイ。